お。社長、社長、左。うどん、イエーイ、大丈夫です。今日は4回うどん食べました。ここはコンピラさんのサンドです。きんぴらさん、こんぴらさん、きんぴらさん、きんぴらさん、こんぴらさん、ごぼうのきんぴらさん。そうそうそう、わかんない。うわ、これ綺麗だね、左のやつ。旅館？なんか千と千尋の舞台になりそうな。この建物めっちゃいいよ。すごいね、何年前のって感じだね。見て、こういうところ、河原とかも年季が、はい、はい、来ましたよ。参道を抜けて、こっから先が階段のスタートです。合計な何段ある？785段あります。784、そう、783、そう、782、そう、どうぞ。781、どんどん行ってください。780、終わり、戻ります。はい、行きますよ。行きますよ。登ってきました。なんかブツブツ文句言いながら登ってきましたよ。社長がブツブツ言いながら登ってきましたよ。あっちにもスイーツあるからここまで登る必要ないよ。両サイドになんか売店とかお土産屋さんとか。あ、ここからまた階段が続きますよ。ぐんぐん行きますか。ぐん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 、はい、行きましょう。戻りますか。戻ります。ちなみに今日は気温35度以上、晴天、日陰がほとんどないんで、真夏で多分34度です。感覚的に何度か。ああ、本当は34度だけど feels like 42度。いや、そんな感覚あるよ。もうなんか下がさ、コンクリートでさ、照り返しがすごいもん。今日登ったら多分熱中症になります。なんなんな、デザート。今もう暑すぎてかき氷が食べたい。はい、ここで注文。あ、注文してこれ食べる。いただきます。はい、ありがとうございます。顔がゆでたこみたいになったね。暑い、本当に。社長のよくある暑いですね。ゆでたこみたいになってね。そのうち元気なくなってくるからね。そうだよ。タカがいつも私は全部を食べてるっていうことを言ってるけど、今バンバン食べてる。うまっ。めっちゃバレてるよ。あとで俺が編集するから消す。今左に足湯あるよ。すごいね。この真夏に足湯はいらないよ。ソフトクリーム見つけました。はい、ミルクが、ミルク、醤油、和三盆。何和三盆？砂糖キビ、砂糖。何それ？砂糖。砂糖か醤油かミルクか。じゃあミルクのソフトクリーム一つください。はい、トッピングにこうオイルとかもつけます。オイルお願いします。オイルはふがしかな。おふみたい、ふがしとかおふみたいな感じかな。これ自体には味がないんですか？味はありますよ。あ、味ついてる。あの、ミッキーのやつはしを薄くしたの。はい、ありがとうございます。いただきます。下から上、ずっと下から。はい、オイリーソフトクリーム。おいしいよ。あの、ミルクソフトだけどオイリーで、この食感が面白くなるからめっちゃいい。2個落ちた、さよなら。言われたでしょ、下からすくって食べなさいって言われたでしょ。食べてばっかりですよ、社長。だから食べに来てますよ。デザート食べに来たよ。なめらかプリン1つください。はい。まだ十分 にあの甘いもの食べてないから、最後は最後の前かな、もうちょっと食べるかな。まあ、とりあえずプリンを買いました。ね、この動画しか見てない方は分かんないかもしれないですけど、この1個前に香川県のうどんを食べまくるっていう、今日1日で4軒回りましたよ。別腹ですよ。その後にここに来て食べてます。おう、うん、めっちゃクリーミー。ドイツにこういう滑らかプリンってあるの？ないよ。ドイツのプリンはバニラプリンかチョコプリン、その卵プリンはない。レナ、あそこに骨付き鳥ある。食べる？めっちゃ美味しかったじゃん、骨付き鳥。イエス、美味しかったけど今はお腹いっぱいだよ。うどん4、デザート3だよ。ということで今日はこの後
祖谷渓谷に明日行くのでその周辺に泊まりますが今日は民宿ですよ、うん、ではではまた着いたら回しましょうか。着きました。旅館料理。レナさんの怒った時の顔みたい。ではお邪魔しましょう。こんにちは。はい。ありがとうございます。気をつけて。はい。はい、ありがとうございます。どこ行かれます？明日は祖谷温泉、祖谷渓谷と朝ラフティングで、あーラフティングね、吉野川かな。あ、じゃあご飯はこっちで、一緒に食べれるから。はい、わかりました。一緒になれば一緒に食べれるから。はい、承知です。ここどうぞ。シャワー2つありますから。はい、はい、男の人の当時はこちらで、ここはあの男女の。あ、はい、わかりました。向こうにもあります。あ、じゃあ荷物持ってきてからお風呂入ろうか。すごい昔ながらの日本の家な感じはします。俺の前住んでた家にそっくり。いいな。ザ日本の家って感じ。この鍵もなんかすごい可愛くない？これでこれで鍵閉める。ってことは外から鍵が閉めれないってことだね。今6時でございます。ご飯ができました。ご飯食べに行きます。どうすればいいですか？ここポンポンポンだよ、もう常にポンポン。うどんがたくさん入ってますよ。いただきます。はい、どうぞ。野菜たっぷりの、はい、野菜たっぷりです。うん、夏野菜たっぷりです。美味しそう。地元のもんばっかりですね。いいですね。きゅうりとか。では乾杯。何、お茶で？はい、飲んでください。これ半田そうめんって言ったね。太い、ちょっと太いそうめん、うん、もうすするのに飽きたね、今日。何十回すすったことか、うどん。鶏肉すごい美味しそうだよ。ナスばっかだね。レナさんが苦手なナス尽くし。まあまあ、うんうん、味付けうまっ、うん、これナスがジュワーッと吸ってるね。これさ、できタイミングがわからんくない？お母さんが連れてきた。めっちゃ美味しいよ。全然食べれないけどめっちゃ美味しい。そんな変なこと初めて。教えて。よりよくやって。美味しい。できましたよ。こちら。あ、ちゃんちゃん。おお、めっちゃいい匂いする。うん、美味しい。うん、脂が乗ってて美味しい。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。超ヘルシー。やっぱ野菜ってうまいね。なんか年を取ると野菜のうまさが分かるよね。子供の時分かんなかったけど。それは30歳のおじさんに。年を取るとビールと野菜のうまさが分かる。ですよね、皆さん。もうそれはもう相手にしたくないので、部屋に戻ります。さよなら。気をつけて、皆さん。さっきこれに頭いかれましたよ。普通にこれぐらい空いてますよ。Oh.
寝ましょう。寝ましょう寝ましょう。消えない。出発。ではありがとうございました。あ、どうもありがとうございました。よいしょ。すみません、ありがとうございました。お世話になりました。はい。はい、ということで朝になりましたのでチェックアウトしました。はい、すごく良かったです。ここで泊まりました。ユーロ民宿旅館。はい、野菜の料理とかも美味しかったし、美味しかった。ぐーぐー寝ましたので。隣の人のいびきも聞こえてましたし、え、気づいた？夜。聞こえてない。タカなのかなと思った。隣の人の指きも聞こえてました。タカなのかなと思った。そういう良さもあります。はい、民宿良かったですか？いや、良かったよ。やっぱりホテルもいいですけど民宿もいいですね。お父さんとお母さんの愛情こもった料理も食べれるし。ああ、そうそうそう。この動画はここで終わりにします。楽しかったならぜひいいねボタン押してください。ではまた次の動画で会いましょうね。バイバーイ。